こんにちは、フィフィです。日本が今後アフリカに対して3兆円規模の投資をすると報じられました。これなぜ今アフリカに対してそこまで巨額の投資をしなきゃいけないのと思う人もいるかもしれません。実は資源の豊富なアフリカへの投資は長期的に見て日本へのメリットが大きいんですよね。あとはこうして日本がアフリカと 経済的に深く関わることは、これ、対中戦略の一環でとても重要なことなんですえ。今日はなぜ今アフリカなのか、なぜ日本がアフリカに対して積極的に投資をしているのか、その背景をお話しします。8月27日、アフリカ開発会議が開かれました。これ、ティカットと呼ばれる会議なんですね。 で、ここで今後成長が期待される未開の地とも言われているアフリカをどう開発していくのか、そしてどこまで成長させていけるのかが話し合われたんです。 確かにアフリカは資源が豊富で、アフリカの成長を支援していく中で、日本はこうしたアフリカからの資源を優先的に輸入することができるようになります。ただ、日本がアフリカに対して積極的に投資をしていくのには、この他にも訳があるんです。それはアフリカで影響力を大きくしてきた中国やロシアのアフリカでの力を弱くさせるためなんですね。 特に中国は習近平国家主席が推し進めている巨大経済圏構想一帯一路のもとでアフリカやアジアなどの国々にどんどんお金をばらまいて投資してきたんですね。ただ中国のこうした投資のスタイルは途上国を借金付けにする債務の罠として今問題視されているんです。 だから最近はアフリカの人たちが中国に対して嫌悪感を大きくしているというんですね。しかも中国はその国の重要な港なんかを担保に抑えてお金を貸したりするんですね。まあこれでは現地の人に嫌われて当然ですよね。また2021年には南アフリカで初の中国系議員と大臣まで誕生したんです。 中国がその国の政治にまで入り込んで、政治までも支配しようとしているんですね。アパルトヘイトを経験した南アフリカでは、多様性の象徴として、この中国系議員が歓迎されるかと思いきや、中国の侵略に怯える現地の人々から激しい反対の声が上がっていると言います。 それでも中国共産党はその国の覇権を握ろうとその国の政治に介入しようとしているから恐ろしいんですよね。ただ中国がアフリカの国々に影響力を拡大しようとすればするほど中国は現地の人から嫌われるんですね。 最近、インド洋のモルディブで行われた選挙では、現職の大統領が敗れたんですが、この方、中国寄りの独裁的な大統領なんですよね。モルディブの中国の進出はこれまでも、そして今後も止まらないと言われている中で、中国寄りの大統領が国民からノ、NO、ーを突きつけられたことの意味は大きいんです。 この現地の人たちが中国に対して脳、NO、を突きつけているようなものですからね。あと中国の企業による現地の人の扱いも問題になっています。まあ、とても奴隷的で差別的なんですね。だから現地ではもう中国の企業はいらない。アフリカから出ていけという声が大きくなっているんです。これ全く中国は日本と投資の仕方が違いますからね。 日本の企業はその国の人たちに技術を教えて育てます。そうした投資は後々その国の成長につながりますから歓迎されるんです。現地の労働者を不当にこき使ったりもしません。あともう一つ中国が嫌われる理由があるんです。 実は中国企業は進出するときに、日本のようにエンジニアだけを送り込んで現地の人たちを教育して、現地の人たちに働いてもらうという方法をほとんどしていないそうです。中国は中国から大量の労働者をアフリカに送り込んで、そこでアフリカを開拓して、アフリカの資源を分取どっていくんですよね。これでは現地に雇用が生まれないどころか、資源も分取どられるだけなんです。 アフリカの人々が中国企業の進出を嫌がるのはそういったことも原因にあるんですよね。また、 日本は中国のようにどんどんお金を貸して借金付けにしてその国の港などの重要な拠点をぶんどるようなこともしませんし、その国の覇権を握ろうとするようなこともしません。だから中国が進出してくることはとことん現地の人々に嫌がられて、そして日本からの進出は歓迎されるわけです。で、こうした中国への嫌悪感が高まる中で、 日本はアフリカへの進出を狙っているわけです。このタイミングがとてもいいんですよねえ。もちろんこうしたアフリカへの支援は今に始まったわけではないんですが、特にこのアフリカの国々が中国とのトラブルを抱えていて、中国から距離を置きたいと思っている時に日本がアフリカと積極的に関わることは、アフリカでの中国の影響力を小さくするためにもう大変効果的なんです。 中国か日本かどちらが信頼できる国かといえば断然日本ですからアフリカは日本を頼りにしています。で、こうした形でアフリカとつながることで日本にとっては長期的に見てメリットが大きいんですよね。だから日本が3兆円規模の投資をアフリカにすることに対してもう大金を海外にばらまいてるなんて単純な見方は誤りなんです。もうこれ日本のためにもなりますから。 岸田総理大臣は3月27日、ティカットの会議の開会式でこのように言っています。我々には登らなければいけない山がたくさんある。日本はこの山々をアフリカと共に登りたいと、このように発言して、日本がアフリカへ積極的に投資していくことを表明しました。実は開会式でのこの言葉は、南アフリカのマンデラ元大統領の言葉を 引用したものなんですねえつまり日本はアフリカと今後も連帯して共に進んでいきますよという姿勢を示したわけです。あと日本によるアフリカの投資は対中戦略の一環と言いましたけれどもこれ対中戦略だけではなくてロシアに対すするる動きででもあるんですよねえ実は中国と同じくロシアも旧ソ連時代から アフリカの国々とは伝統的に結びつきが強くて、ウクライナ侵攻後の3月に開かれた国連総会での対ロシアへの避難決議では、アンゴラや中央アフリカなどが棄権しているんですね。まあこうしてお話ししてきたように、アフリカにおける中国とロシアの影響力を抑えるためにも、日本からの投資は大変重要なんです。まあこうしたことをできるのも、 まあ確かに日本に経済的に余裕があること、まあそこが大きいんですが、そこだけではなくて、国際的なリーダーシップにおける日本の役割について、世界の国々が期待していることを忘れてはいけません。実はアフリカにしたって、中東にしたって、南米にしたって、そして多くの東南アジアの国々などでも、日本の人は欧米の人よりも好意的に見られているんですね。 歴史上でいざこざを起こしたこともないですし、日本の人が長年培ってきた信頼で、日本の人々は受け入れられやすい存在になっているんです。まあ、西側はこれまでそうした国々にやりたい放題してきたことが影響しているんでしょうね。まあ、こうした信用や信頼はどれだけお金を積んでも得られるものではありません。 だから日本はこうしたメリットをうまく発揮して世界をリードしてほしいと多くの国々から期待をされているわけです。日本は自分たちがどれだけ援助をしてきたかその功績を引けらかすような国民性ではないのでなかなかこれまで日本が多くの国々をどれだけ助けてきたのか知らない日本国民も多いと思います。まあ、実は日本は多くの国に 感謝されているんですよ、ね、まあこうした今までの活動があって今後があるんですこれからは日本が世界をリードする国になってほしいと思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします